目標の立て方とか、あと受験計画の立て方、まあその、まあなんかこれ結構よくあるんだけど、こう、まあ勉強してるときにさ、こう、SFC でも、まあ経済もそうなんだけど、こう、まあ勉強しない人に限って受験計画作ってくださいってめっちゃ言うじゃん。確かに、どういあう、るよね。なんかこう、計画作ってくださいってめっちゃ言われない？作ってくださいまでは言われたことはないんですけど、なんだろうな、教えてくださいはありましたね。なんていうあ、の。そう。なんかまあ、そのどういうふうに計画作ったか教えてくださいみたいに言われるじゃん。で、計画の作り方を教えるじゃないですか。で、計画の作り方を教えて、その後、その子どうでした？その子は、そう、一人僕、目かけてた子がいて、その子は現役では落ちたんですけど、まあ、浪人するって決めたときに、まあ、ちょっと、本当なんか、頑張れよみたいなのを押してあげて、結局受かったんですよ、一浪で、お、読み経いいじ済で。ゃん。そう。まあ、スケジュール多分教えてくださいって言ってた、なんて言うんだろう、ごめんなさい、うまく言えないんですけど、なんだろうな、多分浪人に入ってから多分自分でも気づいたらしくて、なんかその、他人に聞いてるようじゃ、まあダメだみたいな。結局、自分でやらないとダメだってことに気づいてくれたらしくて、で、多分そこから多分彼は気持ちを入れ替えて勉強したんだろうと思うんですけど。なるほどね。まあその自分がやった時のその目標の立て方とか計画の立て方っていうところをちょっと軽く今教えてもらってもいいですか？そうそう、目標の立て方としては、やっぱ何ですかね、まあ、3年生の、まあ、2月が試験本番じゃないですか。やっぱそこに合格点に持っていくにはっていう、やっぱゴールから逆算することが一番大事だと思ってて、それで今、その例えば模試とかって何ヶ月に1回かあるじゃないですか。そこでまあ割と自分の実力ってちゃんと分かると思うんですよ。カンニングとかしない限りは。で、しっかりそこのギャップをしっかり理解することと、あと残り何ヶ月あるのかっていうのをちゃんと認識して、それをその例えばそのゴールギャップを細分化していって、で、今月はこれやんないといけない、来月はこれを終わらせないといけないみたいな、ちゃんとなんていうんですかね、綿密にスケジュールは立てた方がいいと思いますね。難しいのがさ、あれなんだよね。こう、スケジュールを細かく立てるでしょ？で、スケジュールを細かく立てて達成できないじゃん。で、達成できなくなっちゃうと、やる気がなくなっちゃって何もやる気が起きないみたいなことって、まあまあ結構あると思うんだよね。で、計画の立て方で、どういう計画の立て方がいけないかって私聞かれたら絶対答えるのが、まずキツキツの計画。そう、キツキツはさすがに僕してキツなかっの計画は本当よくない。例えばだから、私もし例えば、計画立てるとしたら土日一切予定入れないんですよ。で、その平日だけ予定入れて、それもその、まあ、この週はとかってどちらかっていうと、何月はこれをやる、何月はこれをやる、何月はこれをやるぐらいでいいと思う。で、1日あたりのページ数とかも、まあ、もちろんある程度目安として、1日30問やって、あと昨日とっととに解き直しやってやるとかっていうのは、多少帰ってもいいと思うんだけど、まあ、できない日もあると思うから、まあ、基本的にはそれをベースにやるっていう形で全然いいと思っていて、で、私、社会人になって仕事始めてからはもっと極端で、今ちょっと9月は YouTube の動画撮るために結構収録の予定入れてるんだけど、基本的に私は、普段仕事してるときは18時より前って一切予定入れてないんですよ。で、なんでです18か？時より前一切予定入れてなくて、そうすると朝8時ぐらい起きて18時までいつも自由な時間があるでしょ。で、自由な時間があれば新しい広告作ったりとか、なんかいきなり人に呼ばれたときにちょっと人に会いに行ったりとかできるじゃん。で、結構その、まあ、受験生がそんなことしちゃいけないけど、例えばだから土日は全部開けとくとか、こうその、ブランクスペースを作っておいて、なるべくね。で、そのブランクスペースをこう作ってる中で、こう、その、どこまでいけるかっていうのを考えるっていうのは、すごく大事なことだし、必要なことで、そのブランクスペースがないと、やっぱり、難しいと思う。まあ、要はあれですよね、そのゆとりを持ったスケジュールを立てるってことですよね。例えば、慶応の経済でも、まあ、これ SFC でも何でもそうだけど、英語とかでやっててもさ、なんか自分は今語源ができてないから点数上がんないなとか、前置詞ができてないから点数上がんないなとか、接続詞ができてないから点数上がんないなとか、こう、その弱みが見えるときってあるじゃないですか。で、弱みが見えたときに、その土日がブランクスポットだと、そこで例えば、まあ、その英文解釈やったりとか、英作文やったりとか、
こうその自分が弱いところを直せるじゃないですか。うん、だから絶対キツキツの計画って立たない方がいい。この YouTube に関しても実はこの9月中に収録するやつで、あの来年1年間の動画全部収録し終えるんですけど、あのすごいでしょ。でその5分ごととかに区切って毎日放送するんですけど、あの、まあ、それぐらいのペースでやってるんだけど、それでも必ず2日に1回収録にはしていて、あの2日に1回収録でやることによって、こうそのまあなんて言うんでしょう、まあ、その次の日は全然別の仕事できるから、うん、あのいいよねっていう風な、まあ、そういうやり方なんですよね基本的に。だ結構ブランクスペースを空けといて、こう何かあった時にすぐこう余裕を持ってできるようにするとか、あとなるべく、まあ、細かい計画立てるよりは大雑把な計画の方がいいと思う。何月にこれをやる、何月にこれをやるぐらいでもう全然十分で、それをこういかに潰すっていうかちゃんと覚えるか。だから例えばその1000台ぐらいあるその英作文じゃなかったし、英文法の、あの参考書だったら1日30問やって、あと昨日と一昨日の解き直しも30問ずつやって、まあ1ヶ月で終わらせたら、その後全部通して1回解いてみて、で間違いがなくなるまで全部潰すとかさ、あの復習めっちゃ大事じゃないですか勉強って。なんだけど勉強がうまくいってない人って復習やんないよね。ちょっと食いかけて終わるよね。わかります。ちょっと食いかけて終わって、で復習しないじゃん。で、うん、もっと言うと多分その、まあ、これ多分経済学でも経営学でも全部そうだと思うんだけど、うん、大学に入ってからいきなり勉強できなくなることあるじゃん。自分もそうだったんだけど、あのその時って大体復習が足んないんだよね。うん、あの例えばこう高校生の時って分かるまで10回ぐらいとか繰り返すじゃん、はい、大学に入ってから経済学の教科書10回繰り返してるやつ見たことないんだよ。経営学でもそうなんだけど、その経営学もさ、経営学の本で内容分かるまで10回読んでる経営者ってほとんどいないんですよ。うん、あの私は極力読むようにはしてるんですけど、まあ、ほとんどの経営者がそれやんないですよね。だから会社潰れますよね。うん、うん、これ結構すごくあると思ってて、あの分かるまで繰り返し10回とかやるっていうのを、まあ俺とか龍之介君大学入試それでうまくいったのにそれでもやんないでしょ。いや正直やってないです。やってないでしょ。ごめんなさい。し、いや、うん、俺もあの大学入ってからそれができてなくて、うん、あうまくいかないなと思って、で、うん、あの経営の勉強を始めるときにそのやり方変えて、やっぱりあの、うん、高校生の時と同じように繰り返し読みになりました。はい、動画ここまで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。です毎日学習会ではあの LINE であの無料であの受験相談ができますので、もしよろしければあの概要欄に LINE のあのアドレスがありますので、ぜひですねあの気軽にお問い合わせいただければなと思います。あとあの希望の方にはね、あの10日間無料であの添削だったりとか相談だったりとか、あの一通り無料で10日間体験授業も受けられますので、ぜひそちらの方もご検討ください。よろしくお願いいたします。お願いします。